吉田さん、大仁田史さんね、確かにね、プロレスに興味がなかった私も、大仁田史の電流タイトルマッチ、あれはちょっとね、目を引きましたね。おお、なんだこれはと思いましたよ。で、そういうふうに、全くプロレスに興味がない人でも、幅を広くすることによってね、プロレスってものに新しい視点を持つわけですよ。つまり、ファンを広げたって意味では、大仁田史さんの,あのパフォーマンスってのは、成功したんじゃないかなと思うんですよ。 ただ単にプロレスをまあ伝統的なものでこれはタブーだとか言ってね枠を設けちゃうと多分ねうまくいってなかったんじゃないかなと思う、うん、プロレスってものが広がってなかったんじゃないかなと思うんですよで今プロレスっていうのはそのプロレスって一つのジャンルにとどまるんじゃなくって総合格闘技ってものの中にねなんかこう取り込まれちゃったんじゃないかなと思うんですよその総合格闘技の中にはあのー、憲法があってもいいし ボクシングがあってもいいしそれこそムエタイがあってもいいし相撲があってもいいみたいなとにかくあの戦って勝つってことに、まあ、フォーカスしてるわけですよねだからストリートファイトに結構近いみたいな感じででも選手の生命と安全を考えて、えー、最大限の安全配慮をしてるってところで本当にショービジネスとして完成されてきたんではないかなと思うんですよ。ショービジネスではあるけれどもまともにやったらね本当に10人力100人力のファイターがそこにいるわけですからやっぱりね あの「ブレイキングタウン」とか浅倉みくるさんがやってますけど感動しますね、うん、で浅倉みくるさんってもともと暴走族とかいわゆるヤンキーみたいな感じで乱暴者だったわけですけども格闘技ってものが彼を正当化したんですよね素晴らしいと思いますよやっぱりああいうふうに、うん、やっぱり一見荒くれ者で評価外っていう人たちもやっぱり認められるところを作るとねやっぱりこう歴史に名を残すんじゃないかなと思いますし格闘技なんて生半可だった私がね やっぱりもう一回やってみようかなと思ってるのは朝倉みくるさんの YouTube のおかげかなと思いますうんまあ一言で言うとまあバカなんですよねこれはね侮蔑する意味でのバカじゃなくってすごいもうバカ一直線というかね格闘技バカというかね練習量半端じゃなかったらしいですからねもうサウンドバッグを叩く音が近所迷惑になるみたいなレベルだったらしいんですよいやすごいと思いますよ朝倉みくるさんと弟の朝倉海さんね海さんはちょっとかっこいいんで女の子に持ってたらしいですけど はい、それで今回は、あの、ホームランということにね、かけてね、ガチンコっていう番組に昔あった、あの、ガチンコなんとかクラブってのありましたよね。その中で、あの、山とモ門さんのガチンコビーバップハイスクールとかなんかあったんですよ。あの、高校中退みたいなのを集めて、大学受験しようぜみたいなのがね。その中でね、やっぱり落ちこぼれどもを集めて、まあ、あの、いろいろと毎回ね、トラブルが起きるわけですよ。そこに対して、 心に残った言葉がね、山和龍門の、お前らホームラン級のバカだなってやつですよね。ホームラン級のバカっていうのは、この常識の中に収まってるんじゃなくて、もう場外ホームランなんですよ。あらゆる意味で。その場外ホームランが人が喜ばないようなホームランを打ってるから、今のところはホームラン級のバカなんだけども、そのホームラン級のバカもね、きちんとーホームランっていうね、セクションがあるわけですよね。ファールじゃなくて。ファールっていうのは、いわゆる反則ってことですけども、ファールをいくら打っても評価されないんですよ。でも ラッキーゾーンとかね、場外ホームランとか、ホームランと認定されるところにその力を持って放り込んでしまえば、それはヒーローになれるってことなんだと思うんですよ。つまり私たちは、何かの道で、誰かの役に立つようなホームラン級のバカになっていくことが大事なのかなと思うんですよ。で、バカになれずにね、小利口で小さくまとまってしまうと、そういう人っていうのは結構いるんで、最も余ってるんですよ、そういう人がね。 そこそこ利口でそこそこいい人でそこそこ悪さをしてみたいな感じでそこそこの人360度ど,ど,どこをとってもそこそこの人っていうのは最も退屈な人種でまあどこにでもいるような替えの利くような人なんでしょうねでもそこでホームラン級のバカというようなね、あのー、場外にバーンと打って出るような人はいつか当たるんだと思いますだからこれからも常識に忖度せずホームラン級のバカで振りかざしていきたいですよねホームラン級のバカカターンとね行ってみましょう